スプリームからのオファーは、はい、なんかどういう形であの来てなんかその来た時の印象だったり実際やってみての印象っていうのを伺いたいですスプリームはえっとその日本のスプリームの人からちょっと話があるってことで呼ばれて、まあ、飯食いながら話しててその本国がその自分に。 あのデザインをお願いできないかなみたいな話をしているっていうことを聞いてまずそれに興味があるかどうかを聞かれて興味がありますっていう話をしたらえっとそのスプリームの社長ジェームスっていうんですけどそのジェームスからもうすぐにニューヨーク来てくれって言われてでニューヨークに招待されて向こう行っっっててて話して進んででいったって感じです実際何を話すんですか えっと、向こうに行っていやそれこそなんかあの一緒に行く連れも連れてきていいみたいなぐらいのなんかすげえなみたいなそのそれでまあ僕友達連れて行ったんですけど友達と2人でビジネスクラスとかで連れて行ってもらってでいいホテルも取ってもらってで次の日会社行って会社もなんかすごいんですよ。